どうも、黒沢楽器福岡ミーナ天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。今回紹介するギターはですね、こちらですね、マーチンのカスタムで、トリプルオースペシャルの、トーチ、ネイビーブルーですね、になりますね。こちらですね、まあ、とあるミュージシャンのですね、まあ、シグネチャー的な感じに感じるような、似せたモデルになりますね。まあ、本来発売してたモデルは、こちら OM のサイズになっていて、ここにですね、サインがあったらしいんですけれども、まあそこまで変えて、OM だとですね、幻聴が強いと、ちょっと弾きづらいところもあるんですけど、トリプルOにした、出したモデルという形になります。で、仕様としては、トップがヨーロピアンスプルースを使っていて、サイドバックがローズウッドを使っています。で、まあ、見てわかるように、ネイビーブルーになっていて、こちらですね、特殊な、ホールのインレイと、あとこちらですね、スノーフレークインレイも、45スタイルのものになっていて、こちらですね、トーチンで、やっぱこれがですね、特徴的な形になります。ヨーロピアンスプルースですね、結構見た目は綺麗なんですけど、やっぱりなんていうかな、ネームバリュー的なところが足りないのがちょっとあるんですけれども、これ、あれですよね、塗ることによって、ヨーロピアンスプルースの方が音前に飛ぶんですよ。で、それが割と伝わってないんですけども、この塗ってもやっぱり音が前に飛ぶのが、やっぱ使いやすさが出てすごくいいなっていうのを感じてます。で、これですね。音がね、なかなかね、癖のある感じで、こんだけ 色塗っちゃうと結構音をこもるかなと思ったんですけど、まあやっぱり、人気があるだけあって、音がしっかり前に飛んでて、これはねおすすめではないかなと思います。そうですね、まあ、お値段的には結構しますけれども、前からですねこういうの欲しかったなって方はぜひ、こちらですね、福岡ミーナ天神店に、遊びに来ていただくか、それかメールか電話で問い合わせていただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。